4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は栄光トランス、栄光トランス先頭、残り 200m、 栄光トランス先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。栄光トランス先頭、2番手はコミシノポルンガ。栄光トランス1着、栄光トランス1着、2着にはどうやらコミシノポルンガ。勝ったのは栄光トランス。カワチソレイユ敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はワイドグレイン、ワイドグレイン先頭、残り 200m、 先頭はエアグローリー、残り 100m、 エアグローリー先頭、メジロトラック迫る。一気にオートリアトラックと先頭一段となってゴールイン。これは大激戦だ。大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。残り 200m、 先頭はエトワールバイオ、アドマイヤサンクス必死に追いすがります。エトワールバイオ先頭、フワチイメージ追いすがります。エトワールバイオ、エトワールバイオ1着、2着にはどうやらフワチイメージ、見事に勝ちました。エトワールバイオエアカウンター完敗です。着外に沈みました。